京王バス東、中野営業所。京王バス東、中野営業所。京王バス東、中野営業所は、東京都中野区弥生町2の51の9に位置する、京王バス東の営業所である。当初を表す、社内識別記号は、A。ナンバーは、練馬。中野区内を中心に、練馬区内に乗り入れる路線と新宿区、渋谷区内に乗り入れる路線の一部を受け持っており、 中野駅発着路線の大半を担当している。高速バスの車両配置はない。京王バス東、中野営業所が設置されたのは2000年に練馬線の一部便の譲渡を受けた際のことである。これ以降、京王電鉄中野営業所より路線の管理委託化による運営業務の移管が進められた。京王電鉄としての中野営業所の歴史は1948年の 京王帝都電鉄発足時に始まるが、これは1929年に旧東京横浜電鉄傘下の東横乗り合いが設置した中野営業所を大東急の分割による事業エリアの調整によって京王帝都が譲り受けしたものである。このため営業所としての歴史は非常に古く戦前の京王電気軌道との関係が薄いという点で、 京王のバスの中では特殊な歴史を持つ営業所でもある。東横乗り合いが中野で営業するきっかけとなったのは、その前身の一つである、代々木乗り合い自動車が1928年に、旗ヶ谷自動車、旗ヶ谷、中野東気所線を買収したことである。1929年に、東横乗り合いが成立した後北は中野駅、西は、 大宮八幡宮ゆ路線を積極的に延長し、1936年に、大正自動車、中野坂上、中野駅沼袋駅練馬駅線を合併して、練馬にも手を伸ばした。終戦後は営業所管内に理災者の転入が急増したことから、旧市路線の復旧が急がれ、1947年までに、新宿駅、中野駅線、中野車庫練馬駅線が運行を再開した。 京王帝都電鉄の成立時から1950年代前半にかけて急速に路線網が拡大した。中野駅渋谷駅線、中野駅市ヶ谷駅新橋駅線、中野駅大田二丁目線、新宿伊勢丹堀,堀の内二丁目線などが開通し、前述の練馬線も新宿への乗り入れを行うようになった。こうした運行増加に対応するため、1953年に、 新宿営業所が初台駅近くに新設され、一部路線が移管された。1950年代後半に入ると市街化が郊外にも及ぶようになり、中野区北部や練馬区における人口増加が顕著となった。これを受け、練馬線における中野駅折り返し便の新設、中野駅、新井薬姉妹駅哲学同士た賭島沿線の開通など、この地域での運行強化が図られ、 1963年には新たな営業拠点として練馬区中村南 -22 に練馬営業所が開設された。しかし、1960年代半ば頃を境に自動車交通量の増加や交通規制の影響によりバスは円滑な運行が困難となり、六号通り筋や沼袋駅周辺など狭い道路を走る一部の路線では走る路線では 大幅な道変更を行われた。全体的なバスの輸送量も減少に転じ始め、路線の廃止による合理化も進められた。こうした流れの中で、新宿営業所が1967年に乗り合いバスの担当から外れ、練馬営業所も開設から12年を経た1975年に閉所となり、最盛期には3営業所が分担した路線は再び中野営業所に集約された。 2000年には、京王電鉄から、京王バス、現、京王バス東へ、練馬線の一部便が移管され、その他の各線も管理委託化により、段階的に同社に運営が譲渡された。2003年には、京王バスによって、新都心循環線が開設されるなど、新たな動きも出始めている。2006年4月1日には、大宮線が、永福町営業所から移管され、 営業エリアに若干の変化が生じている。大宮線は、その後、2013年5月13日に、永福町営業所に戻され、代替として、渋谷発大線、笹塚循環線を移管された。運賃は、新宿ウィーバスが100円均一、他は、京王の特内路線と同一、深夜バスはその倍額である。新宿ウィーバス、新宿ウィーバスは、 新宿区のコミュニティバスである新宿区では地域活性化バスと呼称している。徒歩では移動に時間のかかる新宿駅の西側と東側を結び、また駅周辺のパークバスライドを促進する目的から新宿区より委託を受けて運行されている。w e e の名称は新宿の西ウエストと東イーストを結ぶ私たち w のバスに由来し、 ロゴマークは青い W と赤い E の文字を循環バスの輪が結ぶデザインとなっている。新宿駅西口を交点として駅の西側と東側を結び、新宿駅周辺のオフィスビル、ホテル、公園などを循環する系統である。w ィーバス専用デザインのノンステップバスが用意され、車内から超高層ビル街の景観を楽しめるよう、後部に天窓のついた改造車となっている。 カスオは、慶応グループの東京特殊車体。年末年始の運行は、歌舞伎町、西新宿循環ルート、g 系統・ a 系統は1月1日のみ、他のルートは12月30日から1月3日の期間、休日ダイヤでの運行となる。運賃は100円金一ず、大人、小児同学で未就学時は無料。中野営業所管内の一般路線バスと同様。 前乗り先払い方式である。支払いには、パスもスイカなど交通系、IC カードが使用できる、バス利特典サービスは対象外。ウィーバス専用追日乗車券が300円で車内で発売されている。また都庁第一本庁舎駐車場専用のパークバスライド追日乗車券400円も存在する。なお、 東京都シルバーパスは使用できず、各種障害者手帳による割引も適用されない。また、京王バスの IC 特内1日乗車券、全線1日フリー乗車券は利用できない。朝、夜の路線は、新宿駅の西側のみを循環する経路である。2003年4月1日に運行開始した、新都心循環線がその前身であり、運行開始時は、 コミュニティバス扱いではなく、京王の一般路線バスであった。2005年5月14日に、経路変更が実施され、甲州街道から12車通、12総通りを通る経路に、一旦単純化された。ただ他の路線との兼ね合いや、オゾンの無料送迎バスも運行されているため、一便、あたりの乗客は多くなかった。当初、この路線では現金び、専用回数券のみ利用でき、 パスもスイカは使用できなかった。日中の路線は新宿駅の東西両側を循環する経路である。2009年9月27日に新宿区のコミュニティバスである新宿ウィーバスとして運行開始した。甲州街道、新宿通り、都庁通り経由で新宿駅の東西両側を循環する。開業当初は新宿駅から安国通りを経由して、 新宿山頂目付近を通る経路だったが、新宿駅西口から都庁方面へ行く場合に遠回りとなることや、新宿駅東側では利用が芳しくなかったため、2011年2月1日に経路変更が行われた。経路に新宿御苑、新宿通りを組み込み、新宿駅西口を交点とした八の事情の経路に改めることで需要喚起を図った。 また、日曜、祝日は、東口の新宿通り周辺が、歩行者天国となり、新宿三丁目新宿駅西口間を、御園大通り靖国通り経由で、迂回運行するため、靖国通り上に、新宿五丁目停留所が設置されている。2011年12月1日から、新都心巡環線もウィーバスに編入され、朝、 夜の路線はほぼ旧新都心循環線の経路で運行し、日中の路線は従来のウィーバスの経路で運行することとなった。ただし新宿は新都ホテル都庁本庁舎間は朝、夜と同様にパークハイアットを経由する。その際に新宿駅西口の停留所が当初の小田急百貨店前に加えて京王百貨店前にも追加された。 2016年1月25日から、さらにルートが変更され、新宿駅西側は朝、夜の経路に統一された。従来の経路のうち、新宿ワシントンホテル都庁本庁舎、ハヤットリージェンシー、工学院大学新宿駅西口は、出入庫経路として存続されたものの本数は大幅に縮小された。また、新宿駅東側は、従来の新宿予園ルートに加えて、 歌舞伎町ルートが新設され、各系統とも、新宿駅西口を交点に、西山道方面との鉢のアザ運行が行われる。2016年4月4日のバスタ新宿開業を受け、同日より、新宿御苑、西新宿循環ルートの新宿駅南口停留所が、バスタ新宿3階に移設され、停留所名も、新宿駅南口交通ターミナル。 バスタ新宿と称された。また2016年7月29日から映画新ゴジラ公開に合わせてゴジラバスとしてゴジラのラッピングバスが運行開始され、主に歌舞伎町ルートで運行されている。新宿駅西口と中野車庫、中野駅の間を鉄道駅と離れた六号通り、中野通り地区を経由する形で運行する路線。新宿駅。 西口側は両系統を合わせると運行本数がかなり多いが中野駅発着便は就社が両駅発とも日曜、祝日は20時台、土曜は21時台と早い。一方、中野車庫発着便が全く運行されない時間帯もあり、その時間帯は中野駅発着便の本数が増える日中の出入庫便、旗台線と同様に中野車庫、 中野駅間で運転される。宿41系統では平日、土曜のほか日曜、祝日も新宿駅西口発の深夜バスの運行がある。代々木乗り合い自動車時代に富ヶ谷線として開通した古い路線がベースで長きにわたって東急が独自に運行してきた。しかし、戦後この路線に並行して、京王が多数の路線を走らせるようになった子で、 初大戦はそれらに渦漏れてしまい、1997年に、k 応が、運賃の値上げを見送ったことで、運賃面でも競争上不利な状況となった。これらを背景に、2000年の運賃値下げ、6月16日の、k 応バスとの共同運行化を経て2002年6月1日に、全便が移管された。移管当初は、A 副庁営業所が担当していたが、 2013年5月13日に、東営業所に移管された。初台坂下から、上下便の経路が分かれるため、初台駅をまたいで乗り通しできる。2014年1月16日より、渋谷駅代々木八幡駅入り口間を小東通り、山手通り経由に変更した。中野駅と渋谷駅を、旗ヶ谷経由で結ぶ。中81は、 笹塚中学から笹塚までは、笹塚循環2010年廃止と逆経路をたどる。旗台線の出入庫支線扱いで、旗台線の一部とみなされることもある。中野駅と渋谷駅を上岸寺、中野坂上駅経由で結ぶ。渋61は渋谷発大線と故障が区別されている。中野駅東中野二丁目間において、 関東バス宿例ごと共通定期券を取り扱っている。なお、渋65は東京オペラシティにサイジがある場合に限り運行される臨時系統となっている。バス空白地帯だった井の頭通りの上原、北沢、大原などの地区を通る路線として2003年に開通し、消防学校西経由は NHK 線の出入庫として設定された。 朝6.7時台には、笹塚駅始発渋谷駅業の運行がある。2010年10月11日に路線を再編し、それまで大仙町大原一丁目線南、笹塚中学笹塚駅の順番だったのを、現行の経路に変更し、夜間数便のみ、大原一丁目駅を設定した。この路線も支部61同様、所管開始時は、A 福町営業所担当だったが、 2013年5月13日に、東営業所に移管された。ただし、営福町発着便のみ、営福町営業所担当。路線名の通り、京王電鉄バスグループ全体でも、一般路線の営業エリア最北端に位置する、練馬駅に乗り入れる、唯一の路線で、中野駅付近を除き他に京王バスの路線が、存在しない地域を走行する。西部池袋線、及び、 中野区内の西部新宿線の駅に乗り入れる、京王バス自体もこの路線のみ。この路線は、戦前の対象自動車が運行していた路線に橋を、発する、東横のり合い対象営業所。東京横浜電鉄東京急行電鉄、対象営業所を経て、戦後の大東急解体時には、本来の営業エリアである、関東のり合同社現、関東バスに行く可能性もあったが、 京王帝都のバス事業培養を目的に京王へ引き渡されたという経緯を持つ。その後、新宿駅西口直通やその取りやめ、練馬営業所への移管や廃止に伴う再移管、大久保線、中63の事実上統合といった激動を経て、現在の形に落ち着く。沼袋駅前の道路が南行き一方通行となっているため、 北の神社前から江戸田4丁目は往復の経路が異なり、練馬駅方向は新大梅街道を経由、中野駅方向は沼袋駅経由となる。中野駅方向は沼袋駅そばの踏切がラッシュ時には開かずの踏切になるというリスクがあるが、新宿線中井野型間の連続立体交差事業が完成すれば、上下ともに沼袋駅経由に変更される可能性がある。 ちなみに、沼袋駅を経営することによって、慶応が筆頭株主になっている関東バスの練馬線との住み分けを図っている。これは、2013年、平成25年に類似した経路の中25が新設された後も変わっていない。練馬駅方向の北野上社前江戸谷町目館は関東バスの停留所を使用し、自社の停留所を設置していない。また、 関東バスの練馬線が停車する総合東京病院、下徳田京停留所には、京王便は停車しない。2011年9月16日より、中野駅には、南口ロータリーから、関東バス中35、中36が使用していた、ガード下95番乗り場に変更となった。また、2016年9月12日より乗車についても、 南口5番乗り場から北口7番乗り場、中野サンプラザ東側、旧中野区役所に変更となり、中野区役所は、中野駅行きのみ停車に変わった。なお、豊玉中2丁目行きと豊玉中3丁目始発、豊玉中2丁目始発の中野駅、北口行きはそれぞれ平日朝のみの運行である。中91はラッシュ時の補完路線として平日、朝のみの運行。 中野駅北口は7番乗り場後ろの新5番乗り場より発車する。南部高齢者海岸発着便の保管として2014年4月14日より運行されている。歴史は古く、戦前の東横乗り合い時代に中野と大宮八幡を結んでいた路線が前身である。1960年代までは十貫坂から堀の内二丁目へ抜け、 本村橋で全福寺川を渡るという、現在とは全く異なる経路で運行されていた。2006年4月1日付で東営業所に移管されたが、2013年5月13日の所管外で営福町営業所に戻された。ただし、中野車庫発着便は引き続き東営業所が担当していたが、2018年2月21日をもって廃止された。 2018年2月22日付で東営業所に再移管された。2014年9月16日に開業した。当初は堀の内2丁目公園寺駅南口間を結んでいたが、同年10月1日に厚生病院発着に延長となった。新公園寺駅は停留所位置の関係で、公園寺駅南口方面のみ停車する。 東京都の慶応が設置するバス停は、厚生病院のみとなっており、堀の内二丁目杉並車庫間は、都営バス、新公園寺駅公園寺駅南口間は、関東バスの停留所を利用する形となる。2018年2月22日付で東営業所に移管された。サッカー開催時、イベント開催時のみ運行される。営福町営業所の青銅線と違い、 甲州街道を、初大交差点を左折、花火橋経由で、厚生改正道まで行っていた。末期は、中野車子止まりに短縮され、1985年、昭和60年頃に廃止。都営バスと、京王帝都電鉄の共同運行による、新橋駅発着、山手線東側直通路線の第三弾として、1950年、 昭和25年3月に開通。東京都交通局第二次再建計画に伴う追加の路線再編成により、1979年昭和54年11月23日付で、橋63と中63に分断。慶応は国立医療センター伊藤の都営エリアへ乗り入れなくなると同時に、千代田区、港区から撤退した。事実上、 山手線内のみの運行となった橋63系統は都営単独で現在まで継続されている。交通局第二次再建計画に伴う追加の路線再編成で橋63系統が分割された際に大久保駅異西を都営と京王帝との共同運行で存続させた路線。都営側の所管が小滝橋から練馬に変更となった。 しかし、分断の結果都心まで直通しなくなったこと、国連中野駅南口の京王バスと北口の関東バスの両方のターミナルに乗り入れなかったこと、中野駅北において、練馬線や関東バスの中村橋線、諸線といった、並走系統と歩調を合わせたダイヤが組まれないなどといったデメリットが多く、乗客数は伸びなかった。結局、練馬線に統合される形となり、 1988年、昭和63年10月15日限りで廃止。中野駅以北は、練馬線、中野駅と大久保駅の間は、関東バスの宿05系統、野方線で、それぞれ代替されている。中野駅から、区の南側に位置する川島地区を、循環運行して戻る。方向幕では、中野駅イコール、川島循環と表記されていた。 1980年代は8から20時に30分間隔で運行されていたが、1990年代前半から朝夕各3本に減少した。英福町営業所が中野新橋線を新設したため、2005年、平成17年9月15日限りで廃止された。2003年4月1日運行開始。新宿駅西口から西新宿一帯を循環する路線で、 新宿ウィーバスの前身となった。運賃100円均一のワンコイン循環バスとして企画されたもので新路線であることと安さをアピールするため相性もわかりやすく100円バスとされラインカラーはピンク色で統一された。新宿駅西口乗り場は宿41宿45と同じ20番乗り場を使用し20番 乗り場には経路を表示したピンク色の案内板が設置された。また、バス車体にもピンク色の専用ラッピングが施され、大きく100円バスの文字と経路が書かれていた。2005年5月14日、甲州街道から12車通、12総通りを通る経路に変更された。2009年9月27日に新宿ウィーバスが開業し、 2011年12月1日より新都心、循環線もウィーバスに統合され、新都心循環線は廃止された。2011年2月1日、新宿御苑経由に経路変更された。椅子自動車以外の国産産メーカー、日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス、三菱不走トラックバス、日野自動車の車両を導入している。かつては、 日野自動車製の車両が主力で、他の営業所と同様に純粋な大型路線車を多く導入していたが、日産ディーゼル製、中型長弱ワンステップ車、日産ディーゼル JP を導入した1995年以降、日産ディーゼル製車両の配属が急増し、経年後は、同車種の中型長弱ノンステップ車に置き換えられた。また、日野自動車製の中型長弱ノンステップ車、 レインボー HR も多数導入されたが、2017年に全社除籍となっている。中型長尺車の製造が中止された後は、中型車の少量を導入と、世田谷営業所と多摩営業所を除く、全営業所からの転属車で代替されるようになり、純粋な大型路線車はほとんど導入されない状態とな、いた。多摩地域の運賃ご払い方式を採用する。 営業所からの転入も多く、当該車両はナンバー登録の変更や、車内の運賃5払い方式対応設備の撤去が行われたものの中扉前に設置されている、車外スピーカーはそのままとなっている。2012年に久しぶりの大型車の新規導入として、三菱不装製と日野自動車製のノンステップ車が導入され、 翌2013年は三菱不創性ノンステップ車が12台導入された。そのうち2台は、慶応の電車、バス100周年記念塗装として、慶応帝都電鉄時代の復刻塗装が施されている。このほか新宿ウィーバス用として、日のレインボー E おた種車に、東京特殊車体にて、中扉以降の車体後部にサンルーフを設置するなど、改造を施した。 専用の中型車が4台配属されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。